全国2500万のプロレスファンの皆様こんばんはっていうのは、これは私が作ったフレーズじゃなくて、徳さん大先輩が作ったんですけど、日本プロレス時代に、毎週金曜日にワールドプロレスリングっていうのは私は10年間担当して、前田さんの激闘などもずっと私は実況してきたんで、毎週金曜日はこの YouTube に関してはですね、フルタッチチャンネルプロレスの日と銘打ってですね、これから随時やっていけたらなと思っていたら、記念すべき1回目のゲストが超大物、前田明さんということになりました。改めてよろしくお願いします。ありがとうございます。この前前田明チャンネル出させてもらいました。ありがとうございました。どうぞです。結構際どい話とか楽しい話とかいっぱいさせてもらって、ありがとうございます。己が大嘘つきだってことも自覚しました。本当ありがとうございました。でも前田さん、まあ、いっぱい面白い話、もう芋づる式に出てきちゃうんだけど、例えばですよ、例えばまだ入門したての頃に、まだ細かった頃に、あの前座の力道山って言われたドン荒川さんいたじゃないですか、はいはい、なんかそそのかされてません？タイガージェットシーンにファーって言えば仲良くなれるから、そんなんなかったでしたっけ？ハローマザーファーって言えってだから、だからだからタイガーで、よろしくお願いしますって意味だから、そうやって合図しに行けって言われてそしたら殴られましたそして今日はですね、もう一方ちょっといらしてまして、62歳になった前田さんと66の俺でちょっとなんか色気がないということで、はい、いきなりあの YouTube でも大人気のセクシー女優の神アンナさんにちょっと手伝ってもらうということで、はいはいはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。びっくりしたんだないやもう登場してすぐなんですけど、あのもう持ってらっしゃるそれパイプって言うんですけど、はい、初めて現物私見まして。あ、そうですか、はい、すごいですね、はい、あの火つけるところもかっこよくて、まあ、ありがとうございます。ダンディーさがすごい伝わってきますね。パイプじゃなくてバイクだったらもっといいですけど、ね、ヨークも面白い引き出しもうまいし返しもうまい俺疎外感感じたよろしくお願いいたします。どんどんなんか前田さんとかに質問あったのなんかあったら、あの前田さんの伝説でたくさん興味深いお話があったんですけど、その中で六本木ね、米軍5人と喧嘩をしたっていう、私はちょっと小耳に挟みまして、あ、やりましたね。だからあのそれは一体戦後50周年記念の時にね、ちょうど戦後50周年記念 の、はい、あの 年だったんですよね、はい、で六本木のこう十字になってて、こう左回ったら行き止まりになって公衆便所があって、それを右に行ったら、クラブがあったんですよね、外人がよく来る、で、伊丹市屋のねキャンティ、キャンティ、あ、キャンティ、じゃあイクラの方です。そうそう、でそのキャンティの前に、ね、ちょっとベンチ止めたんですよね。でベンチ止めて、でどかそうとしたら米軍のやつがなんかこうタムロしてて、で一人酔っ払って座り込んでて、ちょっとどいてくれって言ったら、ドア開けられてバーンって蹴られたんですよ。で蹴られて困ったなと思って、うわーっと来たから、でどうしようかなと一瞬思ったけど、パッと見たらこれって軍票ぶら下げてんで、あ、米軍かと思って、あ、米軍だったら別に芝居ても大丈夫かなと思って、別に芝居ても大丈夫かなと思って、別に芝居ても大丈夫かなと思ってそういうことなんですか？そんな論理が分からない、米兵ならいいかなと。そうそうそう、ほんで、でこうやって持って、あのその突き当たりの公衆便所に連れ込まれたんですよ。で連れ込まれたんで、あで、あ、狭いとかって逆にいいかなと思って、でパッと言ったら便所ブラシだったら、一人便所ブラシでガーン突き飛ばして、で一人投げて、で投げて顔がここにあったら、こうバーンと踏んづけたら、口の中に顎の中にあのかかとが入ったんですよ。口の中に、あ、そうです。で入って、で3人目つ、あの伝ってたから、こうやって行こうとしたら I like you, I like you, I like you, I like you って言われてそんなシンプルな英語なら随分I like you で、で言うたらそのままこうやって車に乗って帰りましたね。うわ、問題にならないんですか、よかったね。だいたい街で喧嘩するときはもう10秒とか15秒以内にやるとお巡りさんが来るっていう、いうあれがあるんで、だからもう15秒どころだ、だいぶ過ぎちゃったなと思ったら早く帰ろうと思ってやっぱりあの喧嘩が強い人って必ず言いますよね、先手必勝の典型で、うん、早くやった方が勝ちなんだと。やった方が勝ちね、一番相手が嫌がることやるんですよ。よく言うね、一番相手が嫌がることを先にやったら勝ちなんだって。そうそうそう、はい、で大阪にいる時にだいたいね、お巡りさんが来るのがだいたいもうだいたい30秒ぐらいだから、だから10秒とか15秒ぐらいに片付けないとダメだなっていうのねすごい、なんかもう早すぎてどんなもんなんだって感じですよね、瞬殺ですよね。もうなんか喧嘩 AI みたいな感じなんか30秒の中の10秒以内でやるとかね、全部計算できてる。いや、すごいですよ、すごいよ。正直その試合の時痛いんですか？正直なところ試合の最初ってあんまり痛み感じないですよね。アドレナリンですか？
多分ね、だから一番試合中にやった大きなのは自分の場合ね、膝を手術して復帰戦の2戦目か3戦目でピーター・ウラっていうオランダのヘビー級のキックの初代チャンピオンってやったんですよね。ほんでやって、で今ちょっと入りのカーフキックタックル行こうとした時にバーンもらったんですよね。ほんで甲州人体がブツッと切れたんですよね。でそのブツッと切れたことはね分かったんですよね。でそれがいきなり足がプランプランだったんで、ああこれ靭帯切れたわと思って、でもなんとなく動いて試合できましたね、はい、できたんですか。やりましたね、はい、もう歩くことするままならないというか。いやでもな、まあ、試合終わったらも歩けなくなりましたけど、試合中はなんとかんとか動けましたね、あのね、これはちょっと口挟みますけども、あの神ちゃんね、本当に試合中は痛いことだらけなのに、苦しいことだらけなのに感じないんですよ。でこれは僕なりに研究してて、これはプロでもないのに、学術の専門家でもないくせに生意気をあえて自信持って言わせてもらいますけど、ここは嘘は使わないです。ベータエンドルフィンっていう脳内麻薬の物質が作用しています、はい、これはだんだん科学で分かってきました。俺昔ボクシングのガッツ石松さんに聞いたことあるんだけど、ガッツさんと対談昔やった時に古田さんね、いいパンチもらう、これ前田さんすぐ分かる、いいパンチパーンともらった時って痛くないんだって、大したことないパンチ食らった方が痛いんだと。カウンターでパーンといいパンチもらっちゃったとしたら、ぬるま湯をポンと首筋に引っ掛けてもらったような感じでストーンと気を失ってぶっ倒れる。この時も究極の苦しみを味わわせないために脳内にはベータエンドルフィンが出てる可能性があるんですよ。だからそうやって苦しみの極致とか痛みの究極の時に、それじゃあ人間は危機回避しなきゃいけないという時に痛みを感じさせない麻酔薬みたいなもん。だから前田さんの今の人体の話も含めて、数々の痛み苦しみ経験している歴戦の強者だけど、ベータエンドルフィンがあるからリング上で動けるんですよ。で終わってから動けなくなったって言ったでしょ。それは分泌が終わるから、回収されるから。だからもうこれはもう前田さんなんか死ぬほどそれ繰り返してきた、痛いんですかって聞かれた時、プロレスのファンとしてぶん殴ろうかと思ってでも可愛いからもう前田さん言わないジョークまで言ってたもんね。最初の方がすごかったんですけど、つるんでて警察にも喧嘩を打ったってお伺いしたんですけど、暴走族はね、はい、大会交番所前交差点ですよ、あ、はい、あ、そうだね、交差点にね、暴走族はこうやってタブロしたんですよね。ほんでね、自分らの時と違ってなんかもうちっちゃいなんかスクーターとこうちっちゃいバイク乗ってなんか金属バッテリーみたいにうれーってやってるみんなタブロしてるんですね。ほんでこうやってビューッと交差点に行ったら、もう渋滞してるんですよ、そっから。もうみんなこう交差点に占拠されてるから、いや困ったなと思って、でちょうど2時頃でしたし、もう早く帰って寝たいよなと思う、どうして誰も止めないかなと思って、こうやって見てずっと待ってると誰も行かないんですよね。誰か行ったら稼いでしようと思ったけど、いやこれ、あ、誰か言い出しめのやつが行かないと誰もついてこないんだなと思って、でバッと降りてこうやって歩いてたら誰も来ないんですよ。で困ったなと思って思ったけど、もう出たからもうしょうがないなと思って、で目の前にいたやつをスクーターに乗ってなんか金属バットでこう2人立ったんで、でちょっと1人がこうフルフェイスでヘルメットしたんですよね。でヘルメットの上からだったら大丈夫だったら思いっきりバカーン殴って、ヘルメットの上から、はい、上からバカーン殴って、ヘルメットの上からだったら別に文句言われないからほんで1人がポテンってこうひっくり返ったんですね。ひっくり返って、まあ、起きてきましたけど、ほんであともう1人をバーン突き倒してやったらブワーッと来て、そりゃそうだ、あ、これ多人数ちょっとなんかもうめんどくさいなと思って、どうしようかなと思って思いながら、こうやって一番強そうなやつからやっつけながらなと思って、こうやって言って、あ、お前こう、お前こうとか言って、これはこうだったんですね。ほんだらなんかリーダーみたいなやつが来て、あ、お前前田さんだよ、お前通してくれ通してくれって通してくれすごいな、俺その話も知らなかった、うん、やっぱり相手も前田さんだって分かると対応違うもんね、羨ましいよねって感じなんですよね、もうあのね、神ちゃんは女の人は分からないんだけど、俺はなったことないから、男は限りなくこういう話好きなの、ね、これで自分ができないことを前田さんに託して代理満足するんですよ代理で自分が戦ってる気になるわけ、あ、なるほど、で幻想を抱くわけ、俺も強いと思う、だから虎の威を狩る狐って言葉ね、あるけども、前田さんの横にいると俺さっきから態度でかいんですよ
友達だからみたいな前田ルートみたいな気になるわけ、そういう風にさせる人なの、特にレスラーの中でもそれが強い人、あ、そうなんですね、うん、もうレジェンドですね俺なんか昔ね悲しかったですよ前田さん、ああ自分ってこういうタイプなんだと思って、喧嘩が強い必要はないし柄じゃないんだからいいんだけど、あこういうとこで根性ないわけ俺と思ったのは、普通にしときゃいいのに、俺が局アナ時代にプレスの実況かなんか終わって夜ねなんか遠くの方から帰ってきて赤羽のあたりに差し掛かってんですよ、カンナナパなんかので、そこで右折かの信号だったから俺は右折ラインに行って自分で一人で運転してグーって右折かだから俺は行っていいから行こうとしたら直進してきたんですよ、でかめの車、夜だからでかい車でもキャデラック系だって分かんなかったんですよ、で頭に来て絶対こっちが正しいからキャーって止まってビビビビビビッつって窓開けて、まだパワーウィンドウじゃない時代こうやって開けて、こっち優先ですよっつったらキャデラックだってのが分かったんですよ顔出したら全員丸坊主、レイバンのサングラスで、なんかチンチラの毛皮みたいの着てて、なんだこれ兄ちゃん、どうぞどうぞマスイどうぞどうぞマスイ降りて自分の車のドア開けばどうぞどうぞはい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 どうぞっつって、ものすごい勢いで誘導してありがとうございました俺ガソリンスタンドのお兄ちゃんみたいなありがとうございます、なんでありがとうございました、本当に情けない、以上以上です、ああなんかゴングになっちゃった、じゃあ続きは後半でやりますから